こんにちは、スピリチュアリストののりです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと不思議なお話をしようと思います。まあ時間というものについての考察のお話なんですけども、でこれは多くの方が結構不思議に思ってることなんじゃないかなって思うんですけども、なんで子供の頃は時間が経つのが遅いのに、大人になると時間が経つのが早く感じられるようになるのか、このメカニズムについて、なんでそうなるのかという理由を、いくつか話そうと思います。あとは、時間がない時とかに、仕事とかで納期が迫ってる時とかに、時間をうまくコントロールする、そんなちょっとしたコツのような話もしていきますね。で、私たちには自立時間というものがあると言えるんですね。で、ちょっとこの話分かりにくいと思うんで、適当に聞いててもらえればいいんですけども、例えばこんな話があります。動物の中でも、例えば、哺乳類に関して言いますと、寿命の短い動物ほど心拍数が速くて、寿命の長い動物ほど心拍数が遅いっていう傾向があるんですね。で、実はほとんどの哺乳類は一生のうちに鼓動ですね、心臓のこのドックンドックンっていう鼓動を刻む回数がもう最初から決まっていて、でその回数が動物の種類によって開きはあるんですけども、だいたい10億回から20億回って言われてるんです。で、例えばネズミなんかのちっちゃい動物は、寿命が 2,3 年しかないんですけども、その分心臓の鼓動が1分間に600回とか700回とか、すごく早いんですよね。で、反対にゾウさんのようなああいった大きな動物は寿命が70年とか80年生きるって言われてるんですね。で、もっと大きい、例えばクジラさんなんかは寿命が100年以上あったりするんですよ。で、その分心臓の鼓動の回数も1分間に3回とか、そんな感じらしいんですよ。でもここで面白いのが、ネズミさんもクジラさんも心臓の鼓動の回数はだいたい約20億回ってことで同じなんです。で、今日はちょっと詳しく話しませんけども、この生物の鼓動の回数が決まっているのも、ある意味一定の宇宙の法則によってそうなってるんですね。これについてはまた機会があったら話そうと思うんですけども、あとは人間の場合はどうなってるのかっていうと、人間に関して言うと最近は医療の発達とかもあって、寿命が伸びてきてるんで、この法則の中で言うと人間の体は大きさの割には鼓動の回数が早い方で、1分間に60回とか70回とかって言われてるんですね。でもここで面白いのが、赤ちゃんの頃は鼓動の回数が1分間に150回とか、成人よりも早いんですよ。で、これは何でかっていうと、ざっくり言うと赤ちゃんの方がその成人よりも体の大きさが小さいからなんです。でも大人になると体が大きくなって鼓動は遅くなるんですよ。以前から何回かお話ししてるんですけども、実はこの宇宙には時間っていうものの概念は本当はないんだよって話を何度かしてるんですけども、私たちが暮らすこの現状の三次元物質世界というか、これ現象世界って言ってもいいのかもしれないんですけども、それよりももっと高次な次元には、時間は過去も未来も同時に存在していて、過去も未来も今この瞬間に存在しているって言えるんですね。だから本当は宇宙には今この瞬間しかないんですよ。で、それが次元が下がることによって時間は一定方向に進むっていう、こういうルールに縛られることになるんですけども、ただそのスピードは決して一定じゃないんですよね。で、宇宙には時間の基準って実は存在しないんですよ。
でもっと言うと空間の基準も本当は存在しないんですね。でこれはまあどういうことかっていうと、例えば、地球の年齢って46億年って言われてるんですね。で地球さんから見れば人間の一生の80年とか90年とか、まあこんな時間って一瞬なんですよ。でも人間から見れば地球さんの一生はもうとてつもなく永遠の大きなスケールに見えるんですよね。でも地球さんからしても宇宙全体の寿命を見ると、まあ宇宙の誕生は138億年前って言われてるんですけども、まあ最近の説だともっと400億年とか500億年ってまあ長いって言われてるんですけど、まあ宇宙全体の寿命に比べれば地球さんは、ああ自分はまだまだだなって、まあもしかしたら考えてるかもしれないんですね。じゃあ今度は、もっと小さな生物ですね。例えば、ノミさん。で、ノミさんから人間を見るとどうなるかっていうと、ノミの寿命ってまあ3週間とか4週間なんですよ。ってことは、ノミさんから人間を見ると、もう自分の何百倍もの寿命が長い存在だから、まあほとんど神のような、そういった偉大な存在に見えるはずなんですよね。まあつまり何が言いたいのかっていうと、体の大きさによってその意識から見た相対的な時間の長さで、まあこれ寿命って言ってもいいかもしれないんですけども、こういった相対的な時間の長さはもうコロコロ変わるんですね。でここに基準の時間っていうのは実は存在しないんですよ。でまあ今は寿命っていうふうに話しましたけども、でも本当は寿命というのも存在しないんですね。これはただ形態を変えるだけなんです。でこの時に素粒子とか波動の話を何かの動画の時にしたと思うんですけども、足立育郎さんのお話によると原子核を構成する陽子と中性子っていうのがあるんですけども、まあ、あの陽子っていうのが愛であって中性子っていうのが意識らしいんですね。でこれを2つ合わせてエクサピーコって呼んでるそうなんですけど、エクサピーコとは人間の言葉で言うところのおそらく魂というものが一番近いのではないかってことなんですよ。まあ、あの厳密に言うとエクサピーコイコール魂ではないらしいんですけども、まあ、今の時点ではまあ魂と解釈するのが分かりやすいから、まあ、とりあえずそうしとくんですけど、つまり全ての物質には魂が宿っていると言えるんですね。でもまああの解釈の仕方としては、私たちは魂というか命が満ち溢れた空間の中で生きてるんですね。だからあらゆる物質の素粒子もそれ自体が本当は命なんです。で、人間から見ればちっぽけな存在のノミさんでも素粒子から見るともう神のような永遠で無限の存在に見えるはずなんですよ。おそらくは。とまあ今日は変な話を続けてるんですけども、何が言いたいのかっていうと、時間の進むスピードはこの私たちが生きている現象界においても全く一定じゃないんですよね。で、それぞれの意識によって時間の進む速度は実はみんな違うんです。で、同じ人間であっても人によって時間の進むスピードって実は違うんですよ。でまず言えるのが、子供の頃は体が小さくて鼓動が早いんですよね。でも子供から見れば外の世界には、惑星の運行によってその自分の意識とは違った時間のスピードを観察することができちゃうんです。でそれがみんなが認識する1日という区切りであったり1ヶ月という区切りであったり1年っていう区切りであったりするんですけども、で子供の頃はなんで時間が遅く感じるのかっていうと、惑星の運行に比べて相対的に時間が進むのを遅く感じるってことなんですね。でも大人になって体が大きくなると鼓動のスピードも落ちるんですよ。ただ
自分は大人になっても惑星の運行によって発生する24時間というこの相対的な時間は変わらないから、だから大人になると時間が経つのが早く感じるってことになっちゃうんです。でまあこんな感じに時間の進むスピードを感じる感覚っていうのはそもそも基準はないんですよね。だから時間の進むスピードの感覚っていうのは動物の種類によっても違いますし、同じ人間でも人によって違いますし、さらに言うと大人と子供で全然違うってことになるんですね。で、これが大人になると時間が進むスピードが速く感じるっていう理由のその一つです。で、もう一つの理由としては、ここに経験則っていうのが関係してくるんですよ。で、この経験則ってのは何かっていうと、例えば子供の頃ってのは経験するすべてのことが初めてなんですよ。だからデータとしては新規のデータになるんですね。でもだんだん大人になってくると経験することの大抵のことは新規のデータじゃなくて過去に経験したことがあるデータってことになるんですよ。まあ、自分で経験しなくても、例えばテレビやネットで見た情報でも、すでに知っていることだって風になって、これも経験済みのデータって風に認識しちゃうんですね。で、この時に人間の脳みそは、一度経験したことは、脳の中でフォルダーでデータがまあ整理されるって捉えてもらうと分かりやすいかなって思うんですけども、まあ、この時に、経験済みのフォルダーにデータが入るんですね。で、経験済みのフォルダーに振り分けられたデータは、次に読み込むときに、読み込む速度がめっちゃ速いんですよ。で、なんで速いのかっていうと、データを全部読み込んでないからなんです。まあ、例えるなら、データのファイル名だけを読み込んでるんですね。例えば、子供の頃に初めて遊園地に行ったときって、まあ、すべてが目新しいから、だから感激するんですけども、まあ、何回も行くと、遊園地に行ったという経験データは、まあ、経験済みのフォルダーに入るんですね。だから、次に遊園地に行ったとしても、脳は、今遊んでいる遊園地という体験からではなくて、過去に経験した、遊園地に行ったという過去のデータを参照して、それを、今この瞬間の体験として扱っちゃうんです。つまり、ああ、もうこの遊園地行ったことあるから別にいいよっていう風になっちゃうんですよ。で、仮に新しくできたばかりのもう全く違う遊園地に行ったとしても、遊園地に行ったっていう経験済みのフォルダーからデータを参照しちゃうんですね。で、私たちは大人になるとみんなこれをやってるんですけども、でもこれは言ってみれば思い込みなんですね。本当は起きている現象って常に真新しい初めてのことしか起きてないんですよ。たとえ同じ遊園地に毎回遊びに行ってったとしても毎回毎回本当は違う体験なんですね。先週行ったディズニーランドの体験も、今週行ったディズニーランドの体験も、本当は全く違うのに、でも脳みそは過去の経験データからデータを参照して、ああ、この遊園地は先週も行ったから同じでしょとか、まあそうやって考えちゃうんですよね。で、私たちの脳にはこういう機能が最初から備わってるんです。でも、この機能によって、例えば、どうせこの人は私のことをこうやって思ってるんでしょうとか、どうせこれをやってもまた失敗するに決まってるわよとか、こうやって思っちゃうんですよ。でもこれって思い込みなんですよね。で、これは思い込みであって、本当は毎回毎回違う体験をしてるはずなんですよね。というわけで、脳がこれは過去に体験した同じ体験なんだって勝手に判断して、で、過去に体験したデータのフォルダからデータのファイル名だけを参照してちゃちゃっとやっちゃうから、だから時間が経つのが早く感じるってことなんです。まあ、これが大人になると時間が進むのが早く感じる。まあ、二つの
理由なんですね。まあ、まとめますと、まあ、一つ目として、体の大きさで決まるこの心拍数の速さを参照することによって時間の長さの感じ方が変わるんですね。で、二つ目として経験データが脳にどんどん蓄積されることによって新しい経験をしても過去からの経験として参照しちゃうんですね。で、過去の経験を脳が参照するときはもう言ってみればファイル名だけを見て、ああこういうことね、分かった分かったっていう風になっちゃうんですよね。でも本当はこれも本人の思い込みであって勘違いなんです。というわけで、まあ今日もちょっと分かりにくい話をしてるんですけども、最後に、時間がない時に時間を上手に使うコツのような話をしてみますね。まあ例えば仕事とかで、まあ納期が全然なくて時間がない時、こうやって考えるといいよって話をすると、まず焦っちゃダメなんですよ。それよりもこれは楽しいゲームなんだって思うことが大事なんですね。で、こういう感覚で仕事をするとうまくいく確率が上がると思います。これはね、ある意味脳を騙すテクニックみたいなもんなんですけども、例えば時間がなくて、ああ間に合わない間に合わないって必死になりながら急いでやったとしても、実はそれでも間に合うんですよ。なぜかというと、急ぐことによって心拍数が上がるから、実はその時点であなたの意識が捉える自分のその外の時間のスピードと比べた相対的な時間の速度っていうのは速くなるんですね。まあこんなこと言うと何当たり前のこと言ってるんだって思われそうなんですけども、まあある意味当たり前の話なんですよ。で、急げばいいんですけども、でもそこで時間に追われるような考え方を持っていると、それで苦しみが生まれるんですね。だから楽しいゲームだと思って急いでやるってのをまあお勧めしたいんですよ。で、要は仕事に追われるんじゃなくて、逆に仕事を追っかけるようなイメージなんですね。で、そうすると自分の意識が捉える時間の速度が速くなるってことは、まあ相対的に見れば時間が進むのがまあ遅くなるってことなんです。で、よく言われるゾーンに入るってあるじゃないですか。で、ゾーンに入った状態の人ってこういう状態になってるんですよ。はい。というわけで今日もかなり変な話をしたんですけども、今日も最後に皆さんの、コメントとか質問を紹介してから終わろうと思います。〇〇さん、のりさんはじめまして、ブログ時代から楽しく拝見しております。同世代なので動画の冒頭の話は私も記憶があります。これは、店名の話をした動画にいただいたコメントですね。はい、ありがとうございます。続きます。特別な何かをしなくてもニコニコしていることだったりぐたらしていることだったりが今世での店名の人もいるんですよね。何か大きなことを成し遂げる担当、会社に属して働く担当、ニコニコ担当などのようにいろんな担当、各個性が結集してワンネスという理解で合っていますか？はい、合っていると思います。続きます。自分は何が天命なのかわからないときに、現状に抗うよりも自然の流れに沿っていた方が抵抗なくて生きやすい、イコールそれこそが天命を全うしている状態ということなのかなって思いました。はい、私もそう思います。続きます。自我や上昇志向が邪魔をして、生きにくい方ばかりを選んでしまいますが、もしかしてこの生き方も今世での天命ってこともあり得るんですかね。今日も動画ありがとうございましたというコメントをいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、まあこれを言っちゃまあ元も子もないんですけども、まあ〇〇さんがおっしゃられたことすべてを含めて、それも含めて体験をするためにこの世界に来ているってだけなんですよね、本当は。はい。次はクララPさん、またクララさんすごくいいコメントをいただいたんで紹介したいと思います。大調和っていい言葉ですね。
理科の授業でグループごとに心臓、肺、肝臓、腎臓、胃、腸と担当を決め、役割を発表させました。子どもたちはどれも欠かせない大切な役割があり、優劣はなく協力し合っていると気づきました。最後に私たちも同じで、誰一人として無駄な人はいないし、優劣もない。協力し合うことで社会が成り立っていると教師である私がまとめました。大調和から思い出したエピソードです。勉強ができるとか、運動ができるとか、容姿がいいとか、お金持ちとか、そんなちっぽけな事柄は気にしないで成長してほしい。みんな違ってみんないいという主題の授業でした。のりさん、いつも大切なことを思い出させていただきありがとうございます。という素敵なコメントをいただきました。いえいえ、こちらこそ、くららさん、いつも素敵なコメントをいただきありがとうございます。とってもいい話だなと思ったので、今日も採用させていただきました。というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。スピリチュアリストののりでした。